山幸男でございます。さあ今日もね、お手軽なのに本格的、本格的なのにお手軽なクッキングをやっていこうと思うんですけども、今日はね、ちょっとね、オートミールを使った、レシピを知りたいというちょっとお声をいただいたのでまあちょっとオートミールを使ったもの何かあるかなと思って考えてみて、まあ、すごく簡単にできるものとしてオートミールパンケーキっていうのがあります。それをちょっと軽くピョピョピョっと作ってみようかなと思うので、まあ、ぜひちょっと参考にしていただければなと思います。結構ね、うちでも定番で奥さんがよく作ってくれるパンケーキなんだけど、それをちょっと今日はね、バシッと作っていこうかなと思うのでね、よかったら見ていっていただけたら嬉しいでございます。さあ、もうやっておくか、もう説明することあんまないからよし、じゃあ作っていこう。オートミールパンケーキです。ペス、レッツゴー。まずこれね、おいしょ、もうでかくてちょっと入りきらないや、大丈夫かな。オートミールなんだけど、これね、あのコストコで買ってきた超大容量のやつなんだけど、ロールドオーツね。これをまず一応フードプロセッサーとかにかけて、こうやってもう粉砕させちゃうんだね。で、粉砕させて、でこれを使うんだけど、まあこうすると、まあ舌触りも滑らかになるし、まあ非常に使いやすくなるので、まあ、こうやって粉々にしちゃいます。はい、っていう感じですね。タモンちゃん、よし、トボンと、もう砂糖ちゃん入れましょう。はい、入れて、そしたら牛乳入れます。まあこれはあの豆乳とかでも大丈夫、全然いいんだよね。とりあえずうちはまあちょっと今日は牛乳でいきましょう。牛乳入れて、よし、そしてもう良きところで混ざったと。そしたらもう粉入れていっちゃおうかな。さあそれで、まあ今日はね、オートミールが 100g、薄力粉が 50g 使います。まあこの配合は本当にね、もう好きでいいんだけど、逆にもうオートミール100、オートミールが150、全部オートミールだけにしちゃうと、もちろんグルテンフリーになるし、まあそれで一応小麦粉を多少入れていくと、まあ食べやすくはなるかな。うん、まあ、オートミールは、オートミール苦手な人は全部で作っちゃうと、もちろんね、この香りと味がしてくるからあれだけど、そこに少し薄力粉とかこの分量を混ぜながらやると、まあ食べやすくもなってくるっていう感じかな。まあこれちょっと作ってみてっていう感じなんだけど、まあ今回は一応、まあ2対1かっていう感じでやっていきます。まあこれでも結構オートミール多い方じゃないかな、分量的に。どうだろう、まあお好みです。はい、皿ごといくとこだった。でベーキングパウダーちゃん、やばい、危ない危ない、皿ごといく。うん、でバターちゃん、溶かしバターちゃんで、よく混ぜると。そして、まあ、ここで、あとはもう、ここから、ま、好みで、もし、ね、香りを少し立たせたかったら、バニラエッセンスとか加えたり、まあ、シナモンパウダー入れたりしてもいいし、まあ、お好みに、カスタマイズができるんで、まあ、とりあえず今回ちょっとプレーンな感じでいこうかな。よし、まあ、よく混ざったか。この味混ざったら、まあ、ちょっと、オートミール、水分をちょっとオートミールに水分を吸わしてなじませる感じするので、多少置きます。30分から1時間くらいかな。はい、置きましょう。それでは、まあ、大体中火ぐらいに今熱しまして、バターを加えます。よし、広げて、いい感じの香りが立ってきて、よいしょ、いきましょう。とりあえず、はい、このぐらいの肉ぐらい作るか。よし、よいしょ、くっつくか、くっつくか、どうだ、ギリギリか、これ、あー、これくっつくな、くっついちゃうかな、あ、くっつくかな、あ、くっつくね。まあ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 、こういうもんでしょう。うん、まあ3分くらい置いて、でまあ表面にこのプクプクっていう気泡ができ始めてから、まあまあ OK かなっていう感じ。裏返していきましょう。まあ簡単だよね。よいしょ、ほいしょの、ほっからしょの、ポッポッポのポッポ、あーだ、ちょ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 、やばいやばいやばい、端っこいちゃった、よいしょよいしょよいしょ、おい、セーフだ。はいよ、こっち、あー今度は崩れた、うーんとね、こうしようこうしよう、よし、ほいほいほいよ、よいしょ、よいしょの、よいしょ、いいや、はい、いいか。くっついちゃった、いい、まあ大体もう2分ぐらいで大丈夫かな。
と思います。で、まあ一応焼けてるかなっつって、焼けるかなっつってこうやって確認して、あ、もういけるでしょうっていう感じになったらもう OK。 はい、完成です。ぷい、完成です。ぷい、やべえ、ビビりすぎた。2回目ビビりすぎてちょっとちっちゃくなっちゃった。ダメダメダメ、ちょっともうちょっとやばい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 、なんかいろいろやばくなってきた。おいい感じ。はい、いい感じ。よいしょ、はい、できた。スパパパパン。おいっしょ、ない、よいしょ、スパーン、オッケー。バトゥーを乗せて、ここーん、ここに、まあもう何でもいいんだけど、今日はちょっとね、こちらのメープルちゃん、これすごい美味しいんだよね。よし、オッケー、完成でございます。いただきます。もうこれはよく食べてるものですが、まあちょっと今日の感じはどうかなっていう感じだね。バター塗って、よいしょよいしょ、よっしゃー、食べよう。いただきます。よいしょ、おいしい。もう全然美味しいと思うんだよね。あのオートミールの風味とかもそんなに変な風に出てこないし、これ十分美味しい。2対1か、オートミール2の小麦粉1で作ったけど、めっちゃ美味しいよ。はい、という感じで、まあ美味しいっていうことです。まあパンケーキだから普通に全然あの美味しく食べられると思います。で、まあ粉砕して結構あのフードプロセスとかなんかで、この細かくして、でそれをまあ多少多めにやって取っておけば、まあ朝とかねパパってやって作れるからいいと思います。で、まあ今回はメープルシロップバターでちょっと甘いあのおやつパンケーキみたいな感じにしたけども、まあこれをベーコンとかハムとかあの目玉焼きとかを乗せてお食事パンケーキみたいにしても食べられるし、まあ、すごい用途はいっぱいあるから、でさらにオートミール入ってるから、まあちょっとね、体にいいっていうか健康的な感じで、食べられると思うので、もしよければね、やってみてくださいませと。はい、ということで、まあこんな感じかな。軽く、まあ本当に簡単にできちゃうレシピなのでいい感じです。まとめ。はい、という感じでございます。じゃあ、これから朝食を食べますので、この辺でお別れいたしましょう。はい、ではゆきよでございました。また次回の動画もよろしくお願いします。それでは皆さん、じゃあね、バイバイバイ。